サイズも同様なのでいい感じの大きさと位置に調整します。こんにちは、ソルトです。今回は僕の動画の中で人気なショートカットアプリのリスト化の応用編を紹介していこうと思います。僕のホーム画面を見てもらったら分かるのですが、このようにカスタマイズしています。アイコンを押すとショートカットが起動し、リストを表示することができます。どのようにカスタマイズしているかというと、 WG というアプリを使用しています。今回はこのアプリの使用方法を紹介していきます。ショートカットのリスト化は動画が長くなるので今回の動画では紹介しません。気になる方は以前の動画を見てみてください。アプリのダウンロードが完了したらアプリを開きましょう。アプリを開くとこのような画面になるので新規作成を押しましょう。僕のようなカスタマイズをすると時間がかかってしまうので今回は簡単なものを作っていこうと思います。作り方を紹介するのでこの動画を見たらこれ以外にもいろいろ作れるようになります。それではいきます。新規作成を開くとサイズを選択する画面が出てくるので今回は一番小さいサイズを選びます。次に新規レイヤーを押すといろいろ出てくるのでまずはシンボルを押しましょう。シンボルを押すと左上にアイコンが表示されます。もうこの画面を見た時点で難しそうだと感じた人いるのではないでしょうか。僕も初めはそうでしたが慣れれば簡単なので大丈夫です。次に真ん中のところでシンボルを選びます。するとまた難しそうな英語が出てきましたが大丈夫です。僕も分かりません。一番上の Apple SF シンボルを選びましょう。そうするといろいろなアイコンが出てくるので今回は SNS のショートカットを使用しようと思うので SNS っぽいアイコンを選びましょう。地球のアイコンを選びます。するとアイコンが地球になります。次に大きさを調整していきます。大きさの調整にはフレームを押します。ステップの大小があるのですがこれは移動する幅を表しています。ステップ大にして矢印を押すとこのように移動し、ステップ小で矢印を押すと先ほどより小さい幅で移動することができます。真ん中の XY を押すと直接数値を入力することも可能ですが今回は矢印で調整します。サイズも同様なのでいい感じの大きさと位置に調整します。こんな感じでいいのではないでしょうか。次に色を変えていきたいので色を変えるにはカラーを押します。好きな色を選択します。はじめからある程度の色が用意されているのですがこちらのカスタムを押しプラスボタンを押すと自分の好きな色に変えることができます。こちらの不透明度のパーセントを変えてあげることで透けさせることもできます。他にもエフェクトで境界線をつけたり影をつけたりすることができるのですが動画が長くなるので今回は割愛させていただきます。戻り、次は文字を入れていこうと思います。新しいレイヤーを押しテキストを選びます。すると先ほどのように色や大きさを選ぶ画面が出てきます。文字を変えたいのでデータを押しテキストを押します。一番上のテキストを押すと編集することができます。 SNS と入力します。わかりにくいですが変わっています。フレームで位置やサイズを変更するとこのようにいい感じじゃないでしょうか。テキストの欄でフォントを変えたりするとさらに良くなります。いろいろとフォントがあるのですが今回はこのフォントにします。次に背景の色を変えていこうと思います。新規レイヤーを追加を押します。グラデーションを押します。位置と大きさを設定します。真ん中のグラデーションを押します。するとさまざまなグラデーションのパターンが出てくるので今回はインスタグラムっぽいトリプルのこちらの色を選びます。こちらのプラスボタンやマイナスボタンで回転をつけたりパターンを変えることができます。
これでウィジェットの部分は完成です。このままではウィジェットを押しても何の反応もないので、次にこれにショートカットを起動するように設定していきます。はじめの画面に戻り、新しいレイヤーを追加を押し、タップアクションを選びます。すると見にくいですが、選択範囲が表示されたのが分かります。この選択範囲の部分を押すと、設定したアクションが起動するというわけです。サイズと位置を調整します。今回は全ての部分を押したときに起動するように全て覆います。次にアクションも選択します。アクションを選択するとアプリを開いたりも設定できるのですが、カスタムアクションのショートカットを実行を押します。するとショートカット名を入力する画面が出てくるので、起動してほしいショートカットの名前を入力します。名前を間違えると起動しないので、ショートカットアプリで確認するといいと思います。これで設定完了です。左上の戻るボタンを押し、確認を押します。するとあなたのウィジェットに追加されているのが分かります。次に作ったウィジェットの設定方法です。下の管理を押します。ウィジスロットショーのところを押すと、このように設定されます。注意点なのですが、無料版では1つしか設定できません。2つ以上使いたい人は課金してみてください。1回きりの610円です。これで VG 内の設定は完了です。次にホーム画面に戻り、ホーム画面を長押しし、右上のプラスボタンを押し、 VG を選択し、設定したウィジェットを選び、追加を押します。するとこのようにホーム画面に追加されます。押すと起動するか確認しましょう。このように押すとリストを表示することができました。これで完成です。これ素晴らしいのですが、一つ問題があります。それは気づいた人もいるかもしれませんが、ショートカット起動時に VG とショートカットアプリが起動してしまうことです。この点が残念です。ですがこの点以外は非常に優秀なアプリなので、ぜひダウンロードして作ってみてください。今回の動画は以上になります。いかがでしたでしょうか。今回は簡単に紹介しましたが、 VG は充電の残量を表示したり、カレンダーの予定を表示したり、他にもいろいろなことができるので、実際に自分で触ってみてください。1回では覚えるのが難しいと思うので、何度も何度も見返してやってみてください。この動画が良かったという方はいいねを、今後もこのような便利な機能を紹介していくので、もっとこのチャンネルを見たいよっていう人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。